はい、どうも、なおちんでーす。さあ、今日は妖怪ウォッチ4をやっていきます。よろしくお願いします。レベル限界突破しました。で、レベル120まで上がるようになったんですよね。ということで、レベルを放置してあげたいと思います。ここがね、最速だったよね。で、どこまで戦えるんだっけ？まあ、梅は戦えると思うのよ。松と竹。まあ、一番難しいところからちょっと行きましょうか。放置で戦わなきゃいけないからね。ちょっと松と戦ってみます。勝てるか。で、放置で戦うから、A ボタンと、Y ボタンか。だね。A と、Y を、押しっぱなしだ。A と Y を押しっぱなし、連打で押しっぱなしね。にして、あ、ZR も押さなきゃいけないのね。ZR は長押し。うん、これでいこう。A と Y を連打。で、ZR 長押し。だね。ちょっと待って、これ。スターターをさ、エンマとかにしたが良くない？なんか動きが変だぞ。うん。ちょっとね、エンマに変えよう。エンマに変えたとします、スターターをね。だからこんな感じ。あ、いいね、いいね、いいね。うん。これ、ウォッチャーをちょっと、スターターとして使っていくと、YP が多分ね、枯れるんだよな。なので、円までこれはいいわ。 OK で全然勝てそうだな。うん、勝てる勝てる勝てる。うん、余裕余裕、全然勝てそうなんで、これでいいでしょう。あー、で問題はあれだな、同じこのステージに入らなきゃいけないので、あのギアマンドクロか相手にずっと話しかけなきゃいけないんだよね。で、確かちょっとね、あの位置が難しかった気がするんだよな。ちょっと横にずれたりすると話しかけなかったりするので、ここでできてるか。 OK、 レベルはいい感じに上がるね。で、どうだ。あー、なるほど。あ、ちょっと待って待って、そうか。あ、なるほどね。 Y を押してるとマップを開くわ。あ、で、X はメニュー開くか。ダメだな。なら A ボタン連打の ZR 長押し。あ、そうか。一人動けなくなるんだ。あ、そうだったか。動けないか。ならもう、いいか。スターターはふみちゃんで OK で。そうね。これで行くしかない。でも、位置は多分ここで間違いないので、ここで行きましょう。黒のガチャ玉が出ましたね。黒玉が出ても勝てるか。ずっとこの状態よね。でも HP はあの徐々に回復っていうのがついてるので、いや厳しいな。これ HP 吸い取るキャラいなかったっけ。いや違うか。あ、クミちゃんでこれで敵を浮か、そう浮かせる浮かせる。これでいけない？なんとかさ、ちょっとピンチにはなってるけども、勝てなくはないか。大丈夫か。一応影オロチがいて回復はしてくれると思うんで、いけるっしょ。やば、やられる、やられるわ。そうか。じゃあ、やられた時がもうこれどうしようもなくなるんだ。
あ、でもいけるね、いけるわ。もしもふみちゃんがやられたとしても、まあ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 いけそうだわ。とりあえずここで、うわうわ回復するんかい。放置してレベル上げしてみましょう。それではですね、6時間ほど放置しました。6時間でどれぐらいまで上がってるんだろう。まだマックスにはなってないと思うんだけども、そこそこいいレベルにはなってるとは思います。さあどれぐらいになってるか、ちょっと待ってね。自分で動かしましょう。 OK。 どれぐらいいってる。あ、思いっきり避けられた、もしや。でコンボ多分ね結構溜まってるかと思う。いや溜まってないか、どうだ。よし、まあ、とりあえずちょっと待って、えらい回復してるな。ヒーラーだっけ、タンクだよね。なんか今 HP がずっと上がったような気がしたけど。よし、まあまあとりあえずこれでおしまいですね。はい、ではちょっとレベル見てみましょう。あ、110か、全然上がってねえな。意外と100から120ってレベル上がりにくいんだな。あ、そうか、全然上がってねえな。いや途中でなんかやられたりしたのか、お金がそんなに減ってない。はい、ということで、戻ってきました。まだね、放置でレベル上げは可能ですね。ただ6時間で110なので、99から120まではまあ15時間あれば余裕かな。まあ12、3時間では多分いけると思うんですけども、あとちょっと、放置して、レベルマックスまでやりたいと思います。で、やった後に、闇閻魔とかあと支援とかその辺もね、ちょっと最初に撮っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。